どうも皆さんこんばんは、ご飯です。ついに配信開始となりました。機動戦士ガンダム有志エンゲージということで、本日は早速ね、今もう本当に配信開始されたばっかりなんですけど、プレイしていきたいと思います。まずこちらどのようなものかと言いますと、ガンダムの宇宙世紀作品が一堂に会したシミュレーションアプリです。過去放送された宇宙世紀作品のアニメダイジェストやアニメとバトルとアドベンチャーパートが融合した宇宙世紀作品の歴史を体感できるアプリゲームのようです。いやー、もうめっちゃ楽しみにしてたんですよ。なんか本来なら12月27日になんかリリース開始予定で、私スケジュールとかに入れてたんですけど、なんか突然今日配信ってなったようで、いやーもうね、びっくりした。なんでこんな早くなったんだろう。もしかしてこれはクリスマスにポケットの中での戦争とか起こっちゃうのかな早速プレイしていきたいと思います。シャオー、いきなりいきなりここから。アムロ、それでこそ私のライバルだ。しかもこの辺ヌルヌル動くね。アムロ、これ以上はやらせん。お、いきなり戦闘だ。あ、なるほど、ここで覚えさせてくれるんだね。モビルスーツをドラッグすることで任意の位置に移動することができます。なるほど。戦闘は自動で行われます。ビームサーベルやバズーカなどの武器に切り替え戦闘を行います。なるほどですね。ではこのニューガンダム正面でいいですか。で、戦闘開始。来るのか。ラダーが死んだ時のあの苦しみ、存分に思い出せ。情けないやつ。ボイス、この力を無駄に消耗しているとなんで気がつか。貴様こそ。パワーダウン。世直しのこと知らないんだな。革命はいつもインテリが始めるんだ。夢みたいな目標を持ってやるから、いつも過激なことしかやらない。しかし、アクシス割れちゃうよ。革命の心だ。感情と大衆に飲み込まれていった。インテリはそれを嫌って、世間からも政治からも身を引いて世捨て人になる。だったら私は世直しなど考えてはいない。国民どもにその才能を利用されている者が言うことか。そうかい。おお、 EX ゲージが満タンになっていると。モビルスーツのアイコンをタップすると EX スキルが発動します。まあつまり必殺技ですね。なるほど。敵に攻撃したり攻撃を受けたりするとゲージが溜まっていくということで、発動させていきましょう。パワーならこっちだって負けちゃいないはずだ。おお、かっこよ。いたー。おおお、いやもう強いらっしゃる。パワーが負けている。なんと貴様がいなければ、アムロ、パワー、ミニターが死ぬ。ハハハハ、捕まった。しかし、もう遅い。捕まった。私の勝ちだな。今計算してみたが、アクシズの工具は地球の引力に引かれて落ちる。貴様らの頑張りすぎだ。ふざけるな。たかが石ころ一つ、ガンダムで押し出してやる。バカなことはやめろ。やってみなければわからん。正気か。貴様ほど急ぎすぎもしなければ人類に絶望もしちゃいない。アクシズの落下は始まっているんだぞ。ニューガンダムは伊達じゃない。伊達じゃない、出た。激アツ。あ、やめてくれ。こんなことに付き合う必要はない。無理だよ。来るね。みんな下がれ。ダメだ。摩擦熱とオーバーロードで自爆するだけだぞ。もういいんだ。みんなやめろ。結局ここでジェガンが爆発するよね。こんな悲しみだけが広がって地球を押し潰すのだ。ならば人類は自分の手で自分を裁いて、自然に対し地球に対して贖罪しなければなら。アムロ、なんでこれがわからん。離れろ。ガンダムの力だ。これはサイコフレームの強襲。人の意志が集中しすぎてオーバーロードしているのか。なのに恐怖は感じない。むしろ温かくて安心を感じると。何もできないで。そうか。しかしこの温かさを持った人間が地球さえ破壊するんだ。それを分かるんだよ、アムロ。分かってるよ。だから
の母になってくれるかもしれなかった女性だ。そのララを殺したお前に言えたことか。どうぞララか。お、アニメシーンです。アニメシーン。いや、ちょっともう一回ちょっと逆者初めから見たくなったわうわぁ、もうすでにもう大満足感あるんだけどしかもボイスとか全部新しく撮り直したものらしいです。ところで、あなたは宇宙世紀というものがどういったものなのかご存知でしょうか。上積みだけ知ってます。え、知っているでいいのかな。知らないにしてちょっと聞きたいもあるけど、まあ、知っているでいこうか。そうでしたか。はい。でも改めて宇宙世紀そうですね。そうですそうです。何か新しい発見があるかもしれませんよ。その通りだと思います。誰がナビゲーターになるかはご本人様が決めるのが、この施設のルールの選べってことですね。この3人からでしたね。ジム、早速だけど新しいモビルスーツ欲しくない。え、新しいモビルスーツゲットしに行こう。ジムでええやん。ジムでええがなお、早速ガシャですね。いいですね、いいですね。無料で好きなモビルスーツを。ありがたい。あったかいな。あったかいよね。一回引く。しかも選べるっていうのがこれね、なんかあの事前の公式番組で告知されてたんですけど、このリセマラの必要がないっていうのが本当にありがたいですよね。いやー、ちょっと連邦の機体に行きたいけど、いやー、ユニコーンかなってなってるんだけどな。ちょっと待って一通り見ろって感じ。あー、なるほどね。あれフルアーマーだったもん、捨てがない。あ、これは通常のファーストのガンダムね。いやー、これはね、迷うね。でも、まあ連邦かな。連邦の機体で行こうと思うって言っても、多分ジオンの機体が3つしかないと思うんだけど、多分ね、このモビルスーツを囲っている枠組みが属性だと思うんですよ。まあこの青、赤、緑ですね。まあ闇と光みたいなのがあると思うんですが、意外にこの光属性って序盤はこの3属性に対しては有利不利なく立ち回れると思うんで、私はその辺を考えてこのユニコーンを選んでいきたい。最近あの胸像を買ったばっかりだし、ユニコーンに行きます。え、めっちゃかっこいい、この画面すごい。このデザインがめちゃくちゃ好きです。はや、早くしろってことであ、あ、春の顔見えたよ。見つけた。お、落としてみせる。そうそうやらせはせんよ。ね、ここからスバゼリアイが始まっての。お、というわけでここから、お、バルカマンで、最後は撃ち抜くということで、あら、まあこれはね、確定してますから。いや、ガチャ演出がめっちゃいいわ。来ましたー。かっこいい。え、かっこいい。え、これ、ほんとにお世辞抜きでかっこいいわ、この演出。激アツ。しかもちゃんとこのね、ガンダムユニコーンってロゴが入ってるのがめっちゃいいね、UR ということで。これはこれはやったー、いい音してますな。はい、さてお次はキャラクターも入手しちゃおう。はい、まるでね、このパイロットも選べるということで、まあモビルスーツとこれパイロットガチャがあるっていうことですね。そうそうたるこの主人公たちが並んでいますが、この左上からこのナラティブ WATSP サンダーボルト、まあ、ファーストビクトリーで、これがオリジンのシャアだと思うんですよ。多分あの士官学校行ってた頃ので、ゼータ08正体ユニコーンでファーストのシャアということで、いやー、これちょっと迷いどころだな。個人的に主人公機の中で私が一番好きなのガンダム EG8 なんですけど、ガンダムの EG8、 しかしね、白はね、戦場よりちょっとアイナを取っちゃうみたいなとこあるから、ここはバラージにしたいところもあるんですが、でもやっぱりアムロじゃないみたいな、だって強いから化け物ですからね、アムロは。ここはね、まあ、誕生日一緒というよしみもあって、アムロも選ばせていただきます。お、ここも演出楽しみだね。あ、ここ見せてくれるんや。わ、これあれじゃない、1話の映像じゃない、初めてアムロが
これ以上やらせるか。この後お父さんが酸素の欠乏症になっちゃったんだよね。アムロ来たー。おストーリーモードね、これめっちゃ楽しみ。おー、年表別な1年戦争から見れるわけですね。お、ガンダム大地に立つからいいの。嬉しい。ご機嫌やわこれは。おお、ガンダム起動から見せてくれんの。スペースコロニーサイドセブンに進出。ついにガンダムが大地に立つ。なるほどね、多分こうやって起点となるストーリーを、まあ、当時のアニメ映像とかナレーション付きで見せてくれて、その後に多分こうやってバトルフェーズが来るっぽいです。我々の任務は偵察。おお。それしかない。うん、属性有利ですね。おお、いいね。あ、これほらカメラ切り替えられるのでは。え、めっちゃいいやんこれ。なんかバトンペみたいなんやけど。え、バトンペやん。あ、EX スキル溜まってるよ。これ発動させていいかな。こっち。これ以上やらせるか。ビームマグナ。ユニコーン。あ、でももう全然ユニコーン変形したりしてんだよ。全然このその有り状態で行くわけですね。我々の予想をはるかに上回っているのか。勝ちましたー。いやー、最後これ最後の一撃は多分ジムちゃんが決めましたね。これ今は戦争なんだ。さあ、ナビゲーターを選んでくださいということで、これプレイされているみんなは誰にしましたか。私はこのフィアちゃんの真面目さが好きなので、フィアちゃんにしたいと思います。私はしっかりした子に横にいてほしい。賢明な判断ですね。はい、新しいモビルスーツに追加されました。逆者から、え、なんで、え、なんでなんで、ナイチンゲール来たんやけど。え、これもらえるの。あ、違う、もらえるのじゃなくて、あれか、宣伝かやってますよと。おお、ソロモンの悪夢。あら、私新松永さんのザク好きな、白い機体が好きやからさ、楽しみやろこれ。さあ、ということで、早速ね、やっぱね、ガチャはね、引かんといかんということで、このね、素晴らしいゲームをね、引き続き運営していただくために、もういくらでもこれね、お布施をお布施せないかんということで。ねえ、サブスクリプションがあるよ。合計4000個のダイヤが、まあ、こうログインとかに応じてもらえて、バトル3倍速。なんでもかんでも3倍にしてくるやん。で、プレイヤー系、獲得経験治療とか、プレイヤーとかモビルスーツとか、まあ、パイロットの獲得経験値量がアップするということで、いや、これも入ります、入らせていただきます。ハロパス、なんか今ハロパスを購入できたんですけど、ダイヤをパックで購入しようとするとちょっとなんか処理落ちしちゃうみたいな、ちょっとエラーが出てて、ちょっとお問い合わせにちょっと今こういう不具合が出てますよって書いてたんですけど、まあ今、15時現在なんですけど、もしかしたらまあこの動画をアップロードする頃には修正されてるかもしれないよということで、まあね、追加でちょっとダイヤ今購入できる状態じゃないので、しょうがない、投げなし全部使っていこう。なんかね、このサービス開始時とか大きなアップデートがあった後とか、もうこのゲームに限らずあるあるなんですよ。まあその辺よく調教されてるんでね、その分なんか補填があるんじゃないかなっていうね。欲しがりんがいるから、まあもうこの投げなしのダイヤで引いていきましょうということで、72時間限定モビルスーツガチャ、とりあえず10連引いてるよ。はいはい、演出がいいよねー。あ、これ来たのでは、あ、サクセスって多分関係ないよ。あ、ユニコーンやで、ユニコーン行く、はい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 、俺に力を貸せユニコーン、来い来い、あ、あ、おやおやおや、はい、どうも、あー、ジムスナイパー、08のジムスナイパーやで。おお、リックディアス、はーい、ドム、あ、この辺はレアなんですね。あ、リゼル、あ、レアなんだ、ガザシー、私知らないですねこの機体。ザク2ね、あ、サンダーボルト版の、はいはい、
ザメルかっこいい SR はいいやでもね、自分その引けた時点でね、あの当たりだから向け引いていきましょう、頼む。いや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 、いやでもゲーム始めただけで30連引ける分までのあのダイヤもらってるんで、まあ、実質タダっていうか実質タダなんですよ。さあ次はガンダムだ。そうそうやらせは。さあこのツバゼリアイからのからのあパワードチーム、嬉しい。おーおーおお、ギュネー専用なんだ。グフタスカール、あ、自分かい。はい、まさに、ね、テンションの差が分かりやすいな私。あー、ジムスリーガチザクチ、はい、あースジムやスジム、じゃじゃ、実質私大当たりなんやけど、え、パワードジムジムスリーとかも出たんやけど、パイロットガシャはまた追加で引くとして、ちょっとモビルスーツガシャもう一回行こうこれ最後ね、実質これ最後ね、うーあ5位5位、お今ハルの顔アップにならんかった、これエースじゃない。残念だな。さあユニコーン、さあどうする、このツバゼリエの後が重要っぽい、こっから弾き飛ばしてからの、あ、これ来たユニコーン、ユニコーン、お、これは絶対生きてるよ、これ絶対 UR 入ってるよ、ほらー、はい、あーあ、サンダーボルトのジム、いけるぐるぐる、はい、でも、でもすごいなんかジムっぽいね。あ、しかもちゃんとこの右上にどの作品に出てきた機体かっていうねロゴが入ってる、うん、赤い、お、で、お、これはキモスター UR かぶりじゃない、しかもうわー、ジムコマンドだ、わー、私が初めて組んだプラモデル、しかもさ、これよく見るとさ、これちゃんとさ、この汚しの表現っていうかさ、この加工が入ってて素敵だね、はい、ありがとうございます、大当たりですね。でここ表示モビルスーツ変更することができるんですよ、どうしようかな、ジムコマンド、陸ジム、パワードジムにし、え、バードジムにしよう、バードジム好きいいじゃん、かわいいじゃんね、かっこいいじゃんね。でほらまださ、私あのこのプレイヤーレベルかな、プレイヤーランクっていうのが上がってないから、まだ解放できてないんだけど、よく見るとさ、このクラン、クラン、これプレイヤーランクが不足しています、クランなんてあったりして、ということはこうみんなとフレンドになって一緒のこう舞台みたいなのも作れるってことだと思うんですけど、これね、おいおいやっていきましょう。ということで今回はこの UC エンゲージは一体どんなゲームなのかですね、ざっとプレイしてみたんですが、もう結構ねプレイしてるよって方多いと思うんですが、ぜひね、あの宇宙世紀好きな方ね、一緒にプレイしましょうということで最後までご視聴どうもありがとうございました。それでは皆さん、さようなら。